改修工事が完了し生まれ変わったヤマハスタジアム。前節関塚大成5戦目で初の敗戦を喫した17位ジュビロ磐田が新生ホームの初陣に3連勝中と好調の11位名古屋グランパスを迎えた一戦。試合前にはこけら落としのオープニングセレモニーが行われ、クラブ OB の七海博士、藤田俊也、中山正史、バネンブルグ、スキラッチ、そして元監督のハンス・オフトラ、磐田の黄金時代を支えたレジェンドたちがピッチに立ちました。3試合勝利のない磐田は前節とメンバー変わらず、前回対戦の開幕戦で同点ゴールを決めた山田裕樹はいつも通り左サイドに入りました。一方の名古屋は4試合続けて同じスタメン、前節2ゴールを挙げたケネディと3試合連続得点中の玉田圭司が2トップを組みました。ここ8試合で6勝2分けと磐田を得意とする名古屋は8分、大きなサイドチェンジから田中ハイマのクロスをケネディが落として最後は小川。好調ケネディの高さを生かして小川が今シーズン7ゴール目、名古屋が早々にゲームを動かします。リードを許した磐田は23分カウンターから前田へ、増築したホームサポーター席の声援を受け徐々に流れを引き寄せると29分松浦の突破から同点ゴールが生まれます。最後は山田、名古屋ディフェンスをものともしない松浦のドリブルが山田の今シーズン7ゴール目をお膳立てし磐田が追いつきます。なおも攻める磐田、37分には前田が左へ展開し山田のクロスに松浦、こぼれ球を詰めますが逆転とはならず同点で前半を終えます。反撃に出たい名古屋は後半に入り50分、田中ハイマのクロスからこぼれ球に小川、狙いすましたミドルは惜しくもバーを叩きますが60分磐田ゴールに迫る名古屋に決定機が訪れます。ケネディがイロハに倒され PK を獲得、これをケネディが自ら決めて今シーズン7ゴール目、名古屋が2対1と再び突き放します。さらに名古屋は81分ケネディのパスに玉田が抜け出します。これが決まって玉田は4試合連続ゴール、名古屋がリードを2点に広げます。しかし磐田も諦めません。その1分後でした。山田のパスを受けた金園が今シーズン5ゴール目を決めて3対2、すぐさま1点差に迫りますがゲームはこのまま終了。磐田は新生ヤマハスタジアムの初陣を飾れずリーグ戦2連敗、一方逃げ切った名古屋は今シーズン初の4連勝、アウェー通算150勝目を挙げました。前節の敗戦で首位広島との勝ち点差が9まで開いてしまった5位セレッソ大阪、8連敗中の16位ヴァンフォーレ甲府との一戦です。ホームのセレッソは東アジアカップで大活躍の柿谷のワントップ、藤本は出場停止明け、クスカミはセレッソ加入後初スタメンです。対する甲府は磐田で4シーズン98試合25得点のジューシーニョが加入後初出場、川崎からの新戦力パトリックと2トップを組みます。セレッソとのアウェーゲームでは7戦負けなしと相性のいい甲府、立ち上がりから積極的に仕掛けます。5分川本のミドルシュート、続く7分には山本がフリーキックを直接狙いますがいずれもキム・ジンヒョンに止められます。代わってセレッソ17分東アジアカップ MVP の山口蛍からのパスを受けた柿谷がシュート、エース柿谷のシュートでようやく攻撃のスイッチが入ったセレッソはその1分後エジノが左足を振り抜きます。
セレッソらしいパス回しから決定機を迎えますが、エジノのシュートはポストを叩きます。42分もセレッソ、南野が柿谷とのワンツーで抜け出しますが、これも決めきれず、セレッソが主導権は握るものの、両チームスコアレスで後半へ。後半に入ってからもセレッソ、54分、リーグ戦初スタメンの期待に応えたいクスカミが得意のドリブルからシュート。57分は相手のコーナーキックから甲府のカウンター、ジューシーニョから駆け上がってきたパートリック、しかしここもキム・ジンヒョンの壁。連敗脱出へなんとか勝ち点3を持ち帰りたい甲府は66分、パトリックのポストプレーから川本がセレッソゴールを揺らします。流通経済大学出身のルーキー川本明人、貴重な先制点はリーグ戦初ゴールとなります。またしてもセレッソは甲府相手にホームで勝てないのか。78分に甲府ゴールに迫りますが、決死のディフェンスに阻まれます。後半のアディショナルタイムは6分、甲府5月3日以来の勝利なるか。そしてセレッソ最後の攻撃、キム・ジンヒョンからのボールを途中出場の杉本が頭で落としますが、ここでタイムアップ。甲府が長いトンネルを抜け出し、1対0で勝ち点3を手にしました。いやもう本当に前節甲府に勝利を収め、岩下での4試合ぶりの勝利を目指す9位ベガルタ仙台、対するは前節今シーズン無敗だったホームで初の敗戦を喫し、この一戦での立て直しを狙う7位川崎フロンターレ。仙台は前節から2人を変更、中盤の松下は6試合ぶり、前線には柳沢に代わって赤嶺が2試合ぶりのスタメンです。川崎は1人を変更、伊藤に代えて前線右には新加入のアラン・ピネイロがスタメン出場です。試合は前半早い時間帯に動きます。14分、仙台はボールをつなぎワイドに展開すると、松下が右サイドを突破し、クロスにウィルソン。前節に続く連続ゴールで今シーズン6ゴール目、仙台が幸先よく先制します。16分にはリャンのスルーパスから赤嶺、仙台が序盤から攻勢を強めます。一方リーグトップ39得点の反撃力を誇る川崎も反撃を見せます。19分、レナトのシュートのこぼれ球を期待の新戦力アラン・ピネイロが狙っていきます。20分にも川崎、中村健吾のロングフィードにアラン・ピネイロがスピードに乗った飛び出しからシュートまで持ち込みますが、ボールはサイドネットへ。ペースを失いかけた仙台でしたが、31分、決定機を迎えます。ウィルソンの絶妙なスルーパスにチャン・ヨンギ、決定的でしたが、リアンのループシュートはわずかにゴール右に外れ、追加点とはなりません。35分、仙台にアクシデントが起こります。サネトーと競ったウィルソンが左足首を負傷、プレー続行は不可能となり、武藤との交代を余儀なくされます。前半は仙台1点リードで折り返します。前半と打って変わって後半は川崎が攻勢に出ます。47分、レナトと中野の連携で崩すと、最後はアラン・ピネイロ、しかし林のビッグセーブに阻まれ同点とはならず。57分にも川崎に決定機、こぼれ球を3戦連続ゴール中の大久保嘉人、今度はポストに弾かれますが、それでも迎えた72分でした。決めたのはレナト、中村健吾のワンタッチパスから左足で蹴り込んで1対1の同点。レナトは今シーズン9ゴール目。4度目の戦いで雪辱を狙う仙台も78分、松下が勝ち越しゴール。松下は今シーズン2得点目、これが決勝ゴールとなり2対1で仙台が勝利。
粘り強さを見せた仙台は2連勝、敗れた川崎は2連敗です。東アジアカップ優勝を経験した日本代表フォワード対決にも注目が集まる10位柏レイソル対14位サガン鳥栖の一戦。ホームの柏は前節からスタメンを2人変更、藤田は4試合ぶり、ジョルジ・ワグネルは5試合ぶりのスタメン出場です。一方の鳥栖、前節 J デビュー戦で決勝ゴールを決めたニルソンが2試合連続スタメン出場、セレッソから新加入のバンドはベンチスタートです。失点数リーグワースト1位と2位の対戦はまず16分、ワースト2位の柏にチャンス。ジョルジ・ワグネルのフリーキックに鈴木大輔、これは赤星のビッグセーブに阻まれます。一方の鳥栖は25分、東アジアカップで韓国代表としてプレーしたキム・ミルのミドルシュート。さらに27分にも鳥栖、水沼のロングパスに抜け出した豊田、しかしシュートはうまく打てずチャンスを生かせません。すると29分の柏、レアンドロ・ドミンゲスとクレオのマンツーから最後は工藤、エース工藤の2試合ぶり今シーズン11ゴール目が決まり、ここ4試合負けのない柏が先制します。1点を追いかける鳥栖は40分、ニルソンの縦パスの流れからこぼれたところを水沼コータ、ボレーで狙いますが枠を捉えられず、柏1点リードのまま後半へ。エンド変わった65分の柏、鈴木のインターセプトからレアンドロ・ドミンゲスとつなぎフリーの工藤へ。工藤の今シーズン3度目の1試合2ゴールで2対0、冷静にサイドネットに流し込み柏がリードを広げます。ホームの声援を受け勢いに乗る柏は67分、クレオのシュートのこぼれ球をレアンドロ・ドミンゲス、さらに71分の柏、抜け出したジョルジ・ワグネルが赤星をかわしてシュートしますが、試合を決める3点目とはなりません。後半攻め手のない鳥栖は76分、昨日34歳の誕生日を迎えた新加入のバンドを投入。すると88分鳥栖にチャンス、野田のパスを受けたニルソン、ニルソンの強烈なミドルシュートが決まって2対1、2試合連続ゴールで1点差に迫りチームを鼓舞しますが、反撃も虚しく試合終了。日本代表フォワード対決にも注目が集まった一戦はエース工藤の活躍で柏が3試合ぶりの勝利を挙げました。 J1 ではチームの日本人選手初となる2桁得点まであと1点に迫っていた川又選手、この日の清水戦早速チャンスがやってきます。前半18分、相手のファウルを受けペナルティーキックのチャンス、ファウルを受けた川又選手が自ら蹴り込みアルビレックスが先制。このゴールで川又選手は日本人選手としてはチーム史上初となる2桁10得点に乗せます。さらに勢いに乗る川又選手は後半25分、左サイドの田中アトム選手のクロスからこぼれたところを押し込み、この日2点目、勢いをそのままゴールに結びつけます。一方の守備陣、ここまで集中した守りを見せてきましたが、後半30分、連携ミスからゴールを許し1点差に詰め寄られます。しかし後半のアディショナルタイム、途中出場の岡本選手が距離のあるところからミドルシュート、3対1で清水エスパルスを下し、これで3連勝。今後の試合へ。We'll be right back.
di giocare con buona determinazione. Attenzione, il tiro, il gol! Gol da parte di Yanagashiwa. Porta in vantaggio il Giappone. キャンプからね非常に元気よくね、はい、ポジションリバウンダーという意気込みを非常にやってる選手としてやっぱり点取るというのはチームとしていいじゃない。